ストレンジャーシングス未知の世界シーズン2で描かれる1984年のカルチャーということで、今回はストレンジャーシングスのシーズン2を取り上げたいと思います。以前シーズン1の方を取り上げましたけれども、そちらは1983年の世界が描かれていて、その続編となるシーズン2では翌年の1984年が舞台となっていました。物語自体は1984年10月28日から始まっています。なので今回はシーズン2で描かれている1984年のカルチャー、特に映画について見ていきたいと思います。でストレンジャーシングスの物語や作品情報については、ドラマストレンジャーシングス未知の世界シーズン1で見る1983年のカルチャーという動画を上げていますので、そちらの方で内容などを確認してみてください。あとそのシーズン1の方の動画の中で紹介した1983年のカルチャーと被るものもあるので、そちらの方は今回省いています。では早速各エピソードごとに今回も紹介していきたいと思います。第1章のタイトルはマッドマックスとなってるんですけれども、このタイトルとあとゲーセンのゲームで最高点を叩き出した人物の名前もマッドマックスになっていて、それはマイクたちの学校に転校してきた女の子のニックネームでした。でこのマッドマックスとは、1979年に公開された映画から撮られていると思われるんですけれども、1981年にはその続編となるマッドマックス2も公開されているので、マイクたちがこの映画を見たかどうかはわからないですけれども、この映画のタイトルを知っていたとしてもおかしくないと思います。でこのストレンジャーシングスの舞台であるインディアナ州ホーキンスの映画館で、この時公開されていたのはターミネーターでした。でターミネーターはアメリカでは1984年10月26日に公開されています。シーズン2のエピソード1は先ほど言ったように1984年の10月28日から始まっているので、ちょうどこの頃ターミネーターは公開されたばかりの作品だったと言えます。ちなみに第2章では、テレビでターミネーターの予告編が流れていました。その他にも第1章では、ウィルが家族と一緒に家で見ていた映画がミスターマムという映画だったんですけれども、これは1983年に公開されたホームコメディです。で、ウィルたち家族はこのミスターマムを家でテレビで見るんですけれども、 VHS のビデオテープで見ていました。これも1984年という時代を反映していると思います。第2章ではハロウィンの日の仮装が描かれているんですけれども、マイクたち4人が仮装したのは映画ゴーストバスターズの登場人物でした。アメリカでは映画ゴーストバスターズが公開されたのは1984年6月で、当時のコメディ映画の史上最高の興行収入となった作品でした。なのできっとこの年のハロウィンではマイクたちと同じようにゴーストバスターズの仮装をした子供たちが多かったんじゃないかなと思います。ちなみにマイクたち4人を脅かしたマックスが被っていたのはシーズン1でも紹介した映画ハロウィンのブギーマンのマスクでした。ゴーストバスターズの主人公の衣装に仮装したマイクたちは街に繰り出すわけですけれども、その途中でウィルは一人取り残されてしまいます。で彼はその時仮装した集団に襲われるんですけれども、その中の一人は映画13日の金曜日パート3に出てくるジェイソンのホッケーマスクをかぶっていました。で13日の金曜日は1980年に公開された映画で、シリーズ3作品目の13日の金曜日パート3は1982年に公開されています。でなんでこれが13日の金曜日のパート3のマスクかと分かったかというと、実は13日の金曜日は各作品ごとにマスクが少し違っているので、よく見るとウィルを脅した少年がかぶっていたのはパート3のマスクだということがわかると思います。第3章ではスピルバーグ監督の E.T. のフィギュアがダスティンの部屋に飾られているのを見ることができると思います。映画 E.T. は1982年に公開された SF 映画ですけれども、当時の映画史上最大の興行収入を記録した作品でもありました。 SF とファンタジー好きな、マイクたちがE.T. を見逃すはずがないなと思ってたんですけれども、ダスティンの部屋をよく見ると棚の上に E.T. のフィギュアを確認することができます。フィギュアつながりで言えば、第6章には1983年からアメリカで放送が開始されたアニメ「ヒーマン&マスター・オブ・ユニバース」のヒーマンのフィギュアが出てきます。これは残念ながら日本では放送されていないアニメなんですけれども、1987年には実写映画化されていて、それは日本でも公開されていますけれども、その時の日本語タイトルは
マスターズ長空の覇者となっていました。この作品はもともとはおもちゃのフィギュアから始まって、その後コミックになって、そしてアニメ化されました。なのでかなり当時の人気作品だったと言えます。ちなみにシーズン1の第3話でマイクの家でエルがテレビのチャンネルを次々と変えているんですけれども、そのテレビ画面に、この放送中のアニメヒーマン&マスターオブザユニバースが映っています。でこの第6章ではファラ・フォーセットという人物の名前が出てきます。これはスティーブが髪型の秘密をダスティンに教えているシーンで出てくるんですけれども、彼はファラ・フォーセットのスプレーを4回かけるとダスティンに教えていました。でこのファラ・フォーセットとは誰かというと、当時の人気女優の一人で、彼女はドラマチャーリーズ・エンジェルに出演してその後人気女優となった人です。エンジェル3人いるんですけれども、その中でも一番人気となって、多くの男性が彼女に憧れ、さらに多くの女性が彼女のようになりたいと思うように、男性からも女性からも好かれる人気女優でした。で特にたくさんの女の子がファラ・フォーセットに憧れたわけですけれども、憧れの理由の一つが彼女の綺麗なブロンドとその髪型なんですけれども、とてもワイルドな髪型で、当時の多くの女の子たちが真似をした髪型でもありました。ドラマチャーリーズエンジェルはアメリカでは1976年から放送が始まって、1981年まで放送されています。で実際ファラ・フォーセットがレギュラー出演したのはシーズン1だけになります。ストレンジャーシングスシーズン2の舞台となっている1984年には、チャーリーズエンジェルはすでに終了しているんですけれども、ファラ・フォーセットの人気は続いていて、彼女は1980年代を代表する人気女優の一人でした。で彼女のワイルドな髪型に多くの人が憧れたように、スティーブも彼女のスプレーを使ってあの髪型を作っていたわけですけれども、スプレーの秘密をスティーブから教えてもらったダスティンは、最終章の9章ではダスティンが実際にこのスプレーを使っているシーンも出てきます。ということで今回はドラマストレンジャーシングス未知の世界シーズン2の1984年のカルチャーを紹介しました。物語は後半裏の世界との戦いに入っていくので、あまりカルチャーについて触れられていませんでしたけれども、逆に前半は当時の若者たちに人気の映画を画面の中でたくさん見つけることができると思います。特にターミネーターやゴーストバスターズなどは、その後人気作品となってシリーズ化されていくわけですけれども、その最初の作品が登場したのが今回取り上げた1984年でした。なので、1983年を描いたシーズン1に出てきたカルチャーを見ても、この1980年代は今でも人気な作品が作られた年代だったんだなということがわかると思います。ということで今回はストレンジャーシングスシーズン2で描かれた1984年のカルチャーを紹介しましたけれども、またシーズン3もありますので、またそれは後日違う動画で紹介したいと思いますので、楽しみに待っていてください。